代表選が東京で行われまして、その時にカズさんとじゃあご飯食べに行こうかと、試合終わった後に食べに行ったんですけれども、そこに、ちょうど来ていたという形ですね。まあそれが一番最初の、知り合いになるきっかけなんですけども、その後に名古屋の方で舞台やりますということで、時間があるんだったらどうですかっていうお誘いを受けたんで、僕自身うなぎパイ、一番でかいうなぎパイですよ、金属のこの箱に入ったうなぎパイを持って行かせてもらったんですけれどもね、まあそれがポイント高かったかどうかは知りませんけれども、いろんな話をしていって、非常に楽でいられるかなっていう気持ちはありましたね。まあどっちかっていうとね、向こうが僕に惚れたみたいな感じですよね。僕がこう行くというよりも向こうからこう来てたな、かなりのプッシュだったかなっていう感じはしますよね、僕の記憶の中ではね、あんまり僕自分からこう言う、傷つきたくないんでね、自分から言って振られたくないんですよね。振られた時っていうのはやっぱすごくショックなんですよね。まあみんなそうだと思うんですけれども、そういうショックは受けたくないんでね、自分からあんまりこう行動には出さなかったような気はしますけれども、やっぱちょっと時の人っぽくなってたんで、いろいろ大変だろうっていうことで、一番最初に食事したのが、そうだ、奥さんの実家です。外で食べるのも大変でしょっていうことで、奥さんと奥さんのお母さんの手料理をいただきました、そこで。はい。でそこから一緒に、カラオケに夜中まで行ったっていう感じですかね。そこの時は、まあ、東京泊まる予定だったんで、そのままホテルまで送ってもらって、奥さんはそのまま家に帰るっていう形だったな、確か。はい。一番最初にもう実家に挨拶してました。はい。いや、おちょっと不思議ですけどね。だから向こうのお父さんもお母さんも非常に温かく迎えてくれて、あ、よく頑張りましたよねっていうような、そういうような話をして一緒に食事したっていうのを思い出しました、今そういえば。はい。いや、まあ僕は髪も長かったんで、帽子かぶってました。でもね、サングラスとかはしたことはないですね。サングラスするとなんか変な格好になっちゃうというか、余計目立つんじゃないかとか思いますし、まあ普段から帽子はかぶってたんで、帽子をかぶっていただけですかね。まあでもそんなに目立たないのかなっていう気もしますけどね。自意識過剰なんじゃないって思うところもありましたよ、自分自身。そんなの全然誰も気にしてないって、そういうことが多いですよ。はい。うちの奥さんも、デートしてるときは、帽子くらいはかぶってたかもしれないですね。それ以外はあまり、まあノーメイクでいれば分かんないですからね、そんなことはないですけどね。はい。岩田の方に奥さんが遊びに来て、まだ付き合ってる時だったんですけれどもね、そこからじゃあ東京に帰るという時に、じゃあ送っていくよっていうことになって、東京まで送るのもしんどいなと思いながらも、まあその間にこう話してる時に、富士サファリパーク行くかっていう話になったんですよね。まあ、その当時僕、一応ポルシェに乗らせてもらってたんですけれども、ポルシェに2人で乗って東京まで行く間に富士サファリパークがあったんで、そこに寄ったんですよ。でね、結構夕方のギリギリの時間帯で小雨もパラついてたんで、お客さん全然いなかったんです。富士サファリパークですから、車で中をこうぐーっと乗りながら移動するんですけれども、バーっと徐行で走ってたら、僕の車、僕のポルシェの前にですよ、クマが立ちはだかったんですよ。こいつどうしてくれようかと思ったんですけども、どうしてくれようもああしてくれようもないわけですよね。それはどいてくれるまで待つしかない。で待ってたらね、クマがですよ、ポルシェに乗っかってきたんですよ。おいクマさんよ、そりゃねえだろ、あんた爪あるよね、ガチガチガチ、それやめてよクマさんみたいなね、そんな感じでね、クマさんがね、このボンネットに乗ってきた時にはね、ちょっと頭抱えましたけど、すぐ係員が来てくれてクマさんをこうどかしてくれたんですけれどもね、まあ後で見たらね、やはりクマさんの爪がね、こう
入ってるんですよね、ボンネットにね。だからそこはね、ちょっとね、まあ、熊さんだからしょうがないんですけれども、悔しさを感じましたし、なぜ僕はポルシェで富士サファリパークに行ってしまったんだろうというね、ちょっと後悔もありましたね。まあ、その後、そのまま東京に送っていって、そこからまた東京から、岩田に一人で帰ってくるというね、よくそんなことやったなと思いますね。なんでしょう、若気の至りなのかな。まあ、プロポーズは僕からしましたよ。プロポーズはね、確かね、東京駅でした。東京駅で、いつも東京駅の地下駐車場まで車で一緒に送ってもらって、そこから、新幹線の改札口までこう一緒に、行くんですけれども、その時のね、地下駐車場からこうエスカレーターにこう乗ってるところで、いや結婚でもするか、今でもするかっていうね、その言葉がいい、ちょっとロマンチックではないんですけれども、そういう言葉をこう奥さんにこう投げかけたという形ですよね。まあ、そうしたらね、やはり目から鼻水流してましたね、よっぽど感動したんでしょうね、物事に動じないところかなっていうところかな。いろんなことに気づいて行動してくれるところかなとは思いますね。朝、唐揚げをうちの娘が食べようとした時に、それ腐ってるかもしれないからチンして食べなさいって言ったんだよね。だから腐ってるもんはチンしても腐ってると思ったんだよね。それをこう素直に言ったら、あの娘の前ではそういう茶化さないでっていう、バカにされるから茶化さないでっていうことを言われたっていうのと、まあ、僕自身のこと、僕のいろんなことを聞かれた時に、もうね、もう本当言いそうになったの。言いそうになってね、ここまで出たっていうんだよ。ここまで出たってことはもう出ちゃってるんだから、ここだから止めるのか、ここまで出そうになったよって、もう出ちゃってるからこれがっていうね、そういうちょっとね、面白いところもあります。まあ僕自身いろいろな自分のやりたいように行きたいように、して選択してきた道なんですけれどもね、いやもうやめなさいよとか、もういいよとかっていう気持ちがありながらも、それはまあ僕自身の体のことを考えてなんですけれどもね、やはり全力でサポートしてくれるんですよね。沼津に住むっていう時にも、じゃあ私行って物件探そうかとか、家の中のことですよね、そういうところをしっかり揃えなきゃいけないから私行くよっていうことも言ってくれましたしね、いろんな面で僕自身がこう選択したことをね、しっかりとこう応援してくれてるなと思います。いや、いろんな文句は言われるんですけれどもね、でも最終的に僕自身の選択を尊重してくれてますし、僕がやりたいことをこうやらせてくれてるっていう本当にありがたい奥さんですよね。まあ本当に、25周年ですよ、四半世紀ですか、ありがとうございます。まあこれがね、25年、50年、75年、100年、125年、150年とね、続いていければいいなと思いますよね。150年続いたらどうなるんでしょう。お互い200歳ですよ。もうなかなか生きてられないだろうな、それはな。はい。